いいですいいです二度書き二度書きは待って待って余るんだけど下おおはいということで私は中身も外身も健康ということでまあもちろん外を鍛えるっていうところもあるんですけど、まあ、精神的にも、まあ、健康でいたいなという気持ちを込めて書きました。いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはい、本当は笑うって書いたんですけど、はい、本当は笑だけにしようと思ったんですけど、はい、なんかすごい上だったんで、うもつけて。ちょっと2文字になりましたけど、うんまあ、笑うというよりかは、うん、なんだろうな、うん、笑顔がいっぱいの毎日、うんうん、笑うことは大事ですからね。そうそうそう、笑うことによって健康も生まれますから。そうそうそう、これ2つはもうセットですよ。なんかあれだよね、笑うとさ、嘘でも笑うとさ、はい、なんかなんだっけ、なんかいいんだよね。はい、健康にすごくいいらしいのでね、なんかいいんだよね。なんかまあ海物語を打って笑える人生があったらいいですね。そうですね。辛い時もね。そうですね。すごい言わされてる感が。全然言わされてないんですけど。なんか最後にね、笑うといいよね。全然なんか軽かったですね。そうだね。まあでも、はい、すごいいい言葉だと思います。はい、いいと思います。はい。それでは2019年の海ぽこりんスタート。踊る海ぽこりん。明けましておめでとうございます。どうも海ポコリンです。何ですか、なんかお笑い芸人だったんですか。私ポコリンっていう芸人さんみたいな。ポコリンでいいかな。まあ、ポコリンだし、ね、ポコリンだしね、はい、ポコリンだったって始まりましたけれども、新年一発目も変わらずに、はい、いつも通り、はい、こんな感じのテンションで、はい、やっていこうかなと、こんな感じ、はい、思っております。そしてこの番組は、はい、どんな番組かと言いますと、私たちポコとリンが海物語シリーズを打ちまして、はい、そしてたくさん出しまして、その出た玉をデダマイルとして換算しまして、はい、そのデダマイルをいっぱい食べるといろんなところに、いいところに旅行に行けるから、それを目指すぞっていう番組です。そういうことです。で、そして前回まで私たちが持ってるデダマイルの方がなんと53,355デダマイルということで、響いた。最初分かんないけどすごい響いたね。でも最初なんで食べたんだ、私も分かんない。ちょっとカンペがあるんですけど、53,000だったっけなと思って、ちょっとドキッとしたんですよ。貯めるとこでもないし、ね、そう別にそんなに貯めることじゃなかったんですけど、ちょっと貯めてみましたということで。そう、まあ、意外と貯まっております。一応石垣島以上はいけるよっていう形で、一緒に遠い、まあグアムもいけるね。グアムもいけるね。グアムもいけますね。いけるよ。グアムもいけるし、はい、シンガポールがいけないぐらいで。そうです、シンガポールは 52,490 デダマイル約ですけども、これをかける2倍しなきゃいけないので、そう10万以上ない、これを倍にすればいけますよということなんですけども、はい、まあ、目指すところは、まあ、どこかっていうのは、まあまあ、いろいろと変わってきてはいるんですけれどもちょっとあれですかね、私たち滑舌よくします。え、私今普通に言ってたよね。本当ですか。え、今ちょっと見えました。何が、口がなんかちょっとごもってなってるところが見えちゃいました。近いから、近い、ね、まあ、じゃあ皆さんにはバレてないかなと思うんですけどもね、はい、こんな感じでやっていこうかと思っているんですけど、やばいですねこのテンション。まあ、こんな感じで新年一発目からね、いい感じにやろうかなと思ってるんですが、はい、私たちですね、このただね、出すだけじゃなくてポコリンチャンス謎のつもりをちょっと謎のつもり、ちょっと待って、ちょっと待って、何これ、なんで笑ってるのか分かんないんだよね。これ
これに入ったね、はい、中からこう取って、はい、それ出てきた演出を出せばなんとデタマイルが2倍という、はい、その日のデタマイルが2倍になるという、そうなんです、そう、まあ、あのチャンスということなんですけども、ちょっとじゃあ引いてください。じゃじゃん、白泡、あ、難しいよ。これあれじゃないですか、設定もう、そうそう、もう1個しかないです、出るやつは。なのであれの機種で、最近、うん、最新機種ですよね。まあ、もう新規則の、そうですね、お清水つしか出ないんですけど、これ本当出ない、私見たことないもん。見たことないもん。サムサムより出ないと思う。あ、本当ですか。っていうぐらい出ない。まあ、でも私はこう見たことがないし、あのその設定付きの物語が、すごいテンションの変わり方だなと思って、さっきすごい無限に笑ったのに、今ちょっと切り替えて、ね、切り替えて、それがちょっと面白くなっちゃって、時間差で来てる。そう、わかんない。じわじわっとくる。そうそう、じゃあどこまで使えてるかわかんないですけど、まあ結構笑ってました私たち、ね、はい、ということで私は設定付きの海物語シリーズが初めてどうしたんですか、初めてなのでちょっとこれは見たいんですけど、うん、出ないかもしれないっていう、どうした、やばいですね。お題を、出してるんですけども、公式ツイッターの方で、はい、それ皆さんに募集して、その中で私たちが1枚ずつ選んで、はい、でその選ばれた方にはもうプレゼント差し上げるっていうのが、もうプレゼントしちゃう。今回募集分から、はい、いつも撮影当日にね、はい、募集してたんですよ。今日はビポコリンの撮影日ですみたいな感じでなんですけど、ちょっと今回から変わりまして、ちょっとツイッターを結構見てないとわからないかなっていう。そうですね、なのでツイッターの方もフォローして、急に、そう、急に来ますんで、急に来ますから、急に発動して急に締め切るんで、次の日の3時でとかって、そう急にちょっと自己中なんでこの番組ちょっとすいません。なので、はい、撮影日にやるのはちょっとやめちゃったんですけれどもね、はい、そういう風に募集してますんで皆さん、はい、見つけたらぜひぜひ参加していただければと。で今回のお題が、はい、アイマリンちゃんということで、はい、皆様からいただいたやつを私たちがね、後で、はい、選ばせていただきたいと思います。はい、はい、てなわけで、そうだそうだ、本日お邪魔しております、はい、コールさんはですね、はい、シンガーデンヤシオテンさんです。ありがとうございます、いつもありがとうございます。はい、てなわけで一発目、はい、そうですね、はい、こんなグダグダなオープニングでしたけど、福笑い、福笑いだね。ああ、そういうこと、笑うことには福がある、福来たるみたいな、ね、福がある、そう、まあそんな感じで、まあそれをわざとですよね、さっきの笑いも全部わざとわざとじゃない、わざとじゃないけど、わざとじゃないけど、まあ皆さんもね、はい、これ見て笑っていただければ、ね、あ、一緒にね、嬉しいと思います、いただいて、はい、と思います。はい、というわけで実践の方行きましょうか、頑張ります。はい、というわけで、はい、今回は大前につきましてこちら B スーパー海物語、はい、in 沖縄2ということで、海ぽこりん初の設定付き、まあ、新規則か、はい、海ぽこりん初の新規則機であります、はい、6段階の設定付き、うん、一応ねスペックを紹介しますと、はい、設定1の場合大技利確率が約 119.8 で、設定6だと約 106.5 と、言うてもそんな変わんない、1と6で、そうですね、うん、他の設定付きのパチンコよりかは そんなに設定差がないのかなっていう、はい、で大当たりすると、必ず10ラウンドがマックスがあるので、はい、そこはあと4ラウンド、基本は4ラウンドがあるんだけど、出玉が、ね、結構多いから、はい、4ラウンドでも、ね、400-500くらいで、しっかり取れる、10ラウンドも1200くらいで、じゃあ結構その、そう、ちゃんと取れる、まあ、ゆでてって書いてますけど、その分に考えると、すごい出玉の方も。でもあれですね、パチンコの方の設定付きの方だと、パチスロの設定付きよりかはそんなに負けにくいっていうか、設定1でも勝てるその初当たり確率は悪くないじゃないですか。パチスロだと、もう設定1だと絶対ほぼ負けるっていう。あ、そうなの？まあそういうわけでもないんですけど、その
プレミアムを弾ければっていう。あ、まあ、ワンチャン確かに、なんか目的のパチンコだとさ、グラスさ回り回らないとかも関係してくるから。そうですよね。でもさ、その分さ、振って悪くて回ればワンチャンあるからね。そうですよね。お、チャンスアップあるね。あ、マリンのね、文字が青いの、チャンスアップ。青か、ほら、青いな。しかもワリンの青だね。ワリンはいい女だからやってくれる。いい女ある。この子はこの子は、あ、こ、ダメだ、この子は、あ、当たりましたっていうことで。よかったよかった、早い、当たりました、よかったです。私は前回から引き続き結構調子がいいので、そう思えば、そう思えば前回も良かったですもんね。あ、お、出た、ソリューナ、やったやるね、やりました、よしよし、やったぜ。あ、今いいよね、大好き、このさりげない感じが。あ、裏にノーマル、あ、これノーマル、よーし、いいね、よし、ありがとうございます、当たりました。ラストだね。そうです、ノーマルがいい、ノーマルがいい、ノーマル、ノーマル。あ、マリンちゃんが出てきた。あ、よかった、これはいいお願いしたいですね。よし、ラストで決めた、やりましたぜ、やっ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 たぜ。口が開けてる方が女の子でしたっけ、シーサーって。口が開いてるとチャンスアップ、チャンスアッププラス女の子なんですよね、確か。え、それも知らなかった。多分あの、その沖縄だと左側が口が開いてない人で、右側が口が開いてる人を置物でシーサー、シーサー、あー、チャンス、チャンス、バババババ。あ、ちょっと口が開いてるので、うん、よし、あ、これはいけると思います。いける気がする。 OK、 やったー、これ気持ちいいですね。ありがとうございます。かわいい、すごいね。いやー、そんなにね、やっぱ連チャンそんなに高いわけじゃないからさ。かわいいな、ひたすらかわいいな、ひたすらか、そんな愛さんが好き。いや、いや、なんかちょ、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 やったー、いや、引きいいね。私なんて一回も引いてないのに、ですよね、すごいね。やったー、やったー、やったー。やっぱ早く引ければね、設定もね、期待できるもんね、良さそうかもしれないということで、当たりました。初当たり自体は2回目でございます。お、いいね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 。これはすごい、いいよ、いいよ、いいじゃないですか、これはいいよ。ギャズンさんが出まして、これはいけるやつでしょ。よっしゃ、期待を裏切らない女そんな、そんな、私ワリン推しだから。ワリンちゃん、ワリンちゃんが、まあ、その時の時代のものってありますよね。私ココルルとかって知ってます。知ってる、知ってる、懐かしい。あのお尻にココルルって書いてる、懐かしくない、めちゃくちゃ。また小学校4号ぐらいですね。懐かしい、めっちゃひたすらそれ履いてましたもん。あと、アルバーローザじゃなくて、懐かしいな、アルバー、なんかそういう名前のありますよね。懐かしい。雑誌で言うとさ、ギャル系が本当、ギャル系の雑誌が本当流行ってた時だと思った。あと、ちょっとセクシーな、
ちょっとエロいことが書いてあるような雑誌も普通に置いてあったんですよ、うんうんうん、しかもそういう風な、なんかこう、まあ、そういう雑誌コーナーの後ろらへんとかに結構エロいのが書いてあって、女性用のやつで、女性用のやつで、私それ結構読むの好きで、あ、私も読んでた、なんかこう、なんでしたっけ、なんかこう投稿する感じのやつとかも、はい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 、はい、その時から興味ありましたね、そういうの。あ、分かる、小学校の時からある、ある、私もありますよね、友達と一緒にあの買いに行って、今は全くなんかないですけどね、確かにないね、そういうの、そう思ったらなんでないんだろう、確かに、まあ、いろいろな風潮が変わってきてますからね。そうなんですよ、でどっかのテレビで見たんですけど、どっかの国ではトイレした後拭かないんですって。え、あの髪がないし、そういう習慣じゃないって、そこにシャワーがあるんですって。あ、シャワー最強だね、シャワーで洗って。熱い、当たった、あー当たりましたまあちょっとでも枠外来るね、でもちょっとハマっちゃいましたね、ちょっとハマっちゃいましたね、でも当たりました、ほこみさんも、やった。今トイレの話の潔癖、なんかそういう潔癖症の話してる時に、あ、私大丈夫です。あ、本当？いや、ウォッシュレットないと生きていけないから、まず家探すときにウォッシュレット完備してるかどうかは絶対条件で、でもし気に入ったところがなかったら買うと思う。1万円ぐらいで確か買えるから。そうですね、設置ができますね。あー、やばい、寒さー、やばい、寒さー、寒さー、寒ちゃん、寒いっす、うん、あれ汚い足出てくると思ったら、汚いじゃないけど、だから足太いやつ、 あれ、いや、この後じゃないですか、あ、滝読みだからか、あー、サムさん、このキョロキョロしてるのがシュールで好きなんだよ、なんか喋ってますよ、そうなんか喋ってるの、あ、ここで来た、あー、来ました、こう回転しながら出てくるのがいいよね、バックからの、あ、出ていなくなったんですよ、 で走ってこの絵からいいよね、大好き、これでかいよ、10ラウンドだから、そうですよね、一気に出たマイルがはまりますね。実践終了でございます。お疲れ様でした。いや、今回もフェアリーやりましたね。なんか最近ちょっとマジで調子が良くて、いや、ほんと調子いいよ。いや、どうしたんでしょうね、結構な短時間実践のそうなんですよ、当たってたんでね、その前も一回も当たらないこともなく、ね、結構連チャンしていただいて、今回もということで、結果の方、結果の方ね、じゃあ一人ずつ発表していきましょうか。はい、じゃあ私から、じゃあこの流れでね、はい、行きましょう。私はですね、なんと今回は2820デラマイルの方をゲットできました。いやいやいや、ゆうデジですからね、すごいすごい、結構連チャンしまして、1年生に、ね、5連、まあ、2回初当たりに行けたんですよ、ね、で、その中でも、まあ単発っていうのはなくて、そうだね、はい、必ずね、スティーディアってたから、そうなんですよ、ね、設定も悪くないんじゃないのって思っちゃうよね、ってまだわかんないけどね、まあ、音符とかも出ましたしね、そういうところもなんかこうやっぱ面白いなと思いました、そうだね、設定付き違う楽しみが増えたという感じがします。はい、はい、そしてここみさんは、はい、私はですね、じゃじゃん、おー、1650デダマイル で私初当たりが1回で、はい、で2連したんですよね、はい、そうそうなんですけど、そうサムが出てね、10ラウンド引いたから、そうなんですよ、こういう10ラウンド引けたのはでかいっていうところでね、10ラウンド引けなかったらね、ね、もっと少ないですから、まあ、そうそう、だからありがたいなと思って、私はちょっとちっちゃな積み重ねでここまで来たっていうのと、そうそう、大きいのがドカンと来てっていう、まあ、そういう楽しみ方もあるかなと思ったんですけども、魅力もあります、まあ、今回私たち2人合わせて4470デダマイルということで、チャンスね、ポコリンチャンス、あ、ポコリンチャンスの方が来なかったね、白泡で、そうです、出ないから、
ということで、まあ、ちょっとポコリンチャンスの方は、まあ、できなかったんですけども、そうですね、まあ、合計で4470デダマイルゲットということなので、はい、トータルして57825デダマイルの方になりましたが、ちょっとまだその次のシンガポール、まあ、約5万2490×2 までは届かずということになっております。そう、ね、今はじゃどこに行けんだろう。まあでもそういう話もお用意していければなと思うんですけども、ホコリミッションの方があるんですけども、はい、今回はですね、今回のお題が、一応アイマリンジャということで、はい、今回は2人でちょっとね、1つ被ってしまったので。そうなんです、なかなかね、はい、アイマリンちゃんあんまな、もう枚数がこう、枚数というか、はい、いただけなかったので、はい、なので、被っちゃったんです、被っちゃったのでこれだなっていうのが、はい、そうなんで、なので1つ選ばせていただきたいと思います。みんちゃんさん、はい、みんちゃんありがとうございます。まあこのね、もはやこの番組に参加したいがために海打っているところあります。それ嬉しい。ただ動いているものを撮るのは苦手です。アイマリンちゃん、そう、なんかこのなんだろう、すごい一生懸命撮ろうとしてる感じがすごいわかる、まあ、ちゃんと撮れてないところがまたなんか、あ、リアル、はい、リアルだなと思って、そういうところもちょっとまあ採用基準として見ていただいてるんですけども、こちらになっております。3枚一応画像があるんで、まあ、この3枚ですね、うん、けど、まあ、見事に綺麗に撮れてないところがまたいい。見事に綺麗に撮れてないんですけど、この一生懸命さがすごい伝わってくるなっていうところで、採用させていただきました、はい、ということでね、嬉しいですよね。嬉しい。参加したいために海物語を一緒に、ね、とか、そう、写真とかも撮ってくれてるのかなというのをすごい嬉しいです、まあ、妄想すると嬉しいですよね。そう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 、もうそうね、想像というかね、妄想するとなんかこう、ペアリンは妄想がタイプだったね。そうそう、妄想がタイプ、うん、妄想がタイプ、まあ、でも本当嬉しい、気持ちが嬉しいということで、はい、みっちゃんさんにプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。本当皆さんもね、はい、選べなかった方々もね、本当に皆さんありがたいです。ハッシュタグ海ぽこりんで調べていただくと過去の画像だったりとかっていうのが見られるので、はい、まあ、見ていただければと思います。思います、はいはい。次回はですね、はい、いつもね、まあ、やっぱり海ぽこりんなんて海シリーズ出させてもらってるんですけれどもね、はい、同じ山陽さんから出されている、はい、海物語シリーズ以外の機種を打ってみようかなと、ちょっと新鮮ですね、はいはい、で見てるんで、次回もお楽しみにしていただければと思います、はい、というわけで今回はさようなら、バイバイ。